はい、皆さんこんにちは。はい、今回はこのロケットリーグというゲームをやっていきたいと思います。さっき、1分前くらいに全く同じことをしたんですけれども、ちょっと声が小さすぎて何て言っているのかわからなかったので、もう一回声を張って全く同じことをしていこうと思います。で、このロケットリーグはですね、皆さん知らないと思いますけど、このサッカーのゲームなんですよ。で、サッカーのゲームなんですけど、人じゃなくて車でサッカーをするって感じですね。で、これはスマホ版で、ちょっと全部この画面で指で操作するって言ったらめっちゃ難しいと思うんで、2D です、平面。普通のスイッチ版とかだったら 3D で奥行きもあるんですけど、スマホ版だったらちょっと操作が難しいので、多分 2D にしたんですよね、このゲームの人がね。ということでやっていきたいと思います。試合を見た方が、分かりやすいと思います。マッチングしません。カット。はい、マッチングしました。多分ね、動画撮ってる時にやったらラグいんですよね。なんで動画撮ってる、だからカットした時に絶対マッチングするんですよ。絶対じゃないですけど。で、こんな感じですね。こう相手とこう、平面。普通は 3D ですよ。あ、これは、だからサッカーですよ、普通に。こう、シュートを打ったり、このブーストしたり、で、こう、この矢印は自分の指でこうやってますね。っていう感じですね、操作方法。で、あとは、普通にむずいんですけど、操作。慣れたらめっちゃ面白いと思いますよ、このゲーム。はい。シュートされましたね。青と、オレンジのチームですね。2対2のモードもあるんですけどね、さっき言ってくる。で、はい、ナイス、シュートって言ってますね、この相手の人が。こういう風にスタンプもありますね。サンキューって送りました。チャットはないです。チャットあったら多分ね、荒れると思うんですよ。だから、普通にスタンプで十分だと思います。はい、これ最初ね、こうスタートが大事なんですよ。この最初に、こう縦にするわけです。そしたら、ガードできるんですよ。車体で。あ、やばい。上にしすぎました、今のは。で、普通にミスると、最初が大事なんで、ミスったら普通に入れられますね。で、ゴール、ちょっと入れてくれましたね。これ、オウンゴールですね。普通にめっちゃオウンゴールされますね。します。オウンゴールしちゃいます、普通に。で、あとなんかこのゴールの位置が高いので、自分のゴールの前までボールを持ってきても、そこからシュートするのがちょっと難しいんです。そこでいっぱいミスります。で、ちょっとセーブしたいんですけど。で、こういうブーストにも制限時間っていうか、なんていうの？リロード？こういう、この緑の玉みたいなやつですね。やつがあって、ブーストしすぎたらブーストできなくなるんですよ。常にブーストしてたら、ゲームのバランスもおかしいと思うんですけどね。だからめっちゃ面白いゲームなんでね。ワイルドクラフトとか飽きた人もやってほしいですね。あ、ちょ待って、普通に負けてますね。話に夢中になって全然得点見てなかったけど。これもいいじゃん。で、ここで無理になんかしたらね、オウンゴールしちゃうんですよね。ここからちょっと高さがあるんで。そう。あ、だからこういう風に弾いちゃうんですよね。で、ここから。こういう風にガードされるんですよね。ちょっと同点にされましたね。勝ってたわとか言ってたら。同点になったら、同点で終わったら分かると思うんですけど、同点になったら、ちょっと待って。待って。OK。で、こういう風に同点になったら、オーバータイムです。オーバータイム。で、これ最後に1点入れた人が勝つってことですね。やばいですね。あ、OK。この調子で。ガード。で、こう。ああ、うわ、うまいな、この人。今、セーブされました。OK。で、もう、
ちょ、って感じですね。負けました。 Thank you、 ありがとうございました。白井って感じですね。で、この車でサッカーするんですけど、この車にもいろんな車がありましたね。で、こう勝ったりしたらコインみたいなやつがもらえて、ちょっといまいち分かってないんですけどね、まあ、こういうコインですね、スペシャルみたいなやつをもらえて、こういうバトルパスみたいな、バトルパス、バトンパスじゃないみたいな、まあワイルドクラフトにもありますよねっていうやつも、こういう風にもらえますね。で、アイテムショップとかで買うこともできますね。で、これ買いましたね、普通に。この感じですね、このゲーム。で、この車によってね、強さとかも全然違うんで、でも普通に操作方法とか慣れて、テクニックとかもいろいろ知ったら楽しいと思います。みんなもやってみてください。さよなら。